干ししてました。二人でやってるから掛け合いだよ。ああ。そう、掛け合いがあった方がなんかコメントしていいのかなっていうのやりやすいかもしれないですね。いいよね。線がついてる方が右ですね。そっか。はい、じゃあ始めます。ここか、ここか。はい、そうです。はい、こんにちは。アンサーの時間です。私原が進行していきます。よろしくお願いします。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com、 または FM ギノワンではツイキャスト、 YouTube でのライブでの映像と音声のネット配信をしています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターの方も連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。はい、1月30日土曜日ですね。4時から4時半までお話しします。まあお暇でしたら聞いてみてください。はい、ということでですね、コロナがすごいですね。 2,3 日前が98人、ね、人口の感染率が東京の4倍でしたっけ。東京が1000人超えてるのに沖縄の98名で感染率が4倍と、ということはどこにも手かけられないんだけど、みんな手かけてるね大丈夫なんだろうか。もうなんか最近食べ物屋さんにも行ってないんだけどね。空いてるんですかね。あの小さなラーメン屋とかは空いてるんだけど、まあ仕事あるだけいいのかな。本当にね、もうこの飲食業界って、そうだよね、お客さん来なきゃ収入がないんだから、まあまたぐちぐちみんなストレスはあるとは思うけど、仕事あるだけいいんだはずね。ああ、そっか。怖いもんだね。どうですか、もう、お仕事の方大丈夫ですかね、皆さん。写真屋さんとかかな。写真屋さんじゃない。今、写真屋さんって言わないのか。カメラマンっていうの？ねえ。今ね、富士フイルムとかでかいのしかないけど、なんとか写真館とかってね、沖縄市にもたくさんあったけど全部潰れてるんだけど、でね、昔って言っても昭和とかだから古くはないけど、またフィルムがあった時には、写真館の人っては言ってたけど、今カメラマンなんだよね。だからあんまりしないんだけど、運動会とかでね、写真撮る人って、自分はもう写真館の人っていうのがあるんだけど、今はもうカメラマンなんだよね。現像とかするはするけど、もうカメラマンっていうのが、なんかこう時代のギャップなんだろうか。今パソコンでもできるからね。でも結局プロにお願いした方がいいではあるよね。この自分たちが撮ったものでも、プロが同じものを撮ってもね、
プロのこのなんか今パソコンいろいろあるからね、この色彩とかあんなとかをこちょこちょこちょって変えるこの技術とかもあるから、まあ何事も専門業者の方がいいってことだね。うん、でもその前に、うん、アルバムか、今はアルバムとかであるけど運動会もないから、どうでも何年前だった、 2,3 年前だったかね、カメラマンの、 あの写真屋さんの人がいたけど、あの時は本当にこのライバルではあるんだけど、この仕事仲間の仕事をこの交代つつ、自分が行けないところをこの人にお願いして、この人ができないものを自分が行ってってね、もう仕事が忙しくてやばい、休みたいさって言ってる人言ってたけど、今はないよって。あでも 2,3 年前はたくさん仕事あったんだけどね。はや、なんか一つのことですごいね、いろいろ変わるもんですね。で1曲目ですね、お願いします。全体もの、ってね、仮面ライダーだった？新年リーダーも出てるしね。あー、今すごいですね。ね、沖縄の人だいぶ活躍しますね。あ、新年リーダーだ。生きてた。何で40歳？結構バラエティーとかよく出てましたよね。最初出てたよね。はい。その後からなんか舞台とかに移ったんだよね。はい。違うよ、今週で最終回だよ。そうなんですか。だろうし、だって2月から新しいもんだもん。考えてみる。早いね。1年経っているものですね。うん、最終回だから見ようかな。最終回だけは見る。ただ気になるのが、特急ジャンの最後ってどんなだったんだろう。もう自分だいぶ離れてるので、もう陸上競技始めた時から全然見れなくなったんで、うん、特急ジャンだけは内容がなんか理解できたんだよね。記憶喪失でみんな集まる、今流れてる曲は、あの無限大っていう曲です。無限大、特急ジャンの最終回結構良かったよ。結構最近の戦隊ものとかそういう仮面ライダーだいぶ凝ってますよね、うん、なんかかっこいいだけではね、ちょっとなんかあるよね、内容が。仮面ライダーがようわからんよね。そうですね。かっこいいだけだよね。内容も難しいですからね。うん、エイリアどうしか頭に入らんからな。そのまま CM 行きましたね。うん。
最後の CM ですね。はい、JO1 の無限大という曲でした。 JO1 って言えばウチナーンジュがいるところですよね。かっこいいよね。ね、なんかあんな顔に生まれたかったね。今はおっちゃんだけど高校生の時はね、髪切りに行ったら勝手にね、まあ、昔の人は分かると思うけど、あの陸軍がやるあの 耳の方にあのなんか雷マークみたいなものをやるんですよ。角刈りに雷マークみたいなものをなんかちょっとおしゃれ側にやるんだけど、これをね勝手に入れられたりね。なんか分からんけど、床屋のおっちゃんがそれが気に入って毎度毎度入れられるわけさ。ジークルーさんね。で、まだパッと見日本人と黒人のハーフだわけさ。体格もなで方で痩せてるし、だからもう日本語分かりますかとかね。上手ですねって、いつ頃日本に来ましたかって、はい、17年前ですって言ってね。笑うけど本当なんね。あのガソリンスタンドで働いてる時ね、その時19歳だったかな、あのやっぱりジグルでさ、このやっぱ見た目も日本人じゃないんだよね。黒人と白人のハーフぐらいな感じの顔たちだったから、でまた角刈りで、またなんかもう耳のそばには床屋のおじさんがいたずらでつけたマークが入ってたりしてからさ、もうまた日本語上手だね、いつ来たの、19年前ですって言ったらさ、その月からね、この人給油してこないわけさ。なんね。本当に。別にもういいよと思ったんだけどね。最近言われないけど、でもどうなかな、でも外人さん喜ぶよ。このおっちゃんみたいになってもさ、このやっぱ自分の方を見ると白人は来ないな、黒人が来るな。ニコニコしてからさ、フレンドリーだわけ。仲間と思ってるのかね。日本語しか喋れないよ。うん、分かってる。OK って仲良くなるから、友達ね、違うよって言ったりしてね。まあ、沖縄あるあるとは思うんですけどね、この堀の深さね。まあ、何の話になったかよう分からんけど。そうですね。で、次ちょっと本の方に行きたいと思います。あと何分だ、うん、まあいいか。秀吉の千利休、なぜ切腹させられたかっていうか、みんな分かりますよねこれね。なんていうかね、千利休は要は政治の方に口を出すようになったっていうわけですよね。まあこれ読まなくても分かるか。で、なんだかんだこの政治の方に入ってちょっとぐちゃぐちゃにしたから切腹。でもその理由がちょっとかわいそうではありますよね。この人、まあ、まあ頭が回る人ではあったけど、この場にこういう政治家、今っていう政治家のトップとかが話をするんだから、そりゃなんだかんだ言って巻き込まれるよね。これ見たらちょっとかわいそうだったんだけどね。まあ、まあ、秀吉の方もちょっと悪いかなとは思うんだけど。まあでも変にね、
つあの足を突っ込んだ人も悪いからね。で次に徳川流なんでこれ立てますもね、先代水早でしたのはこの方らしいですね。ネタテマサもね、確かこの戦国時代の中で最後まで生き延びたっていう頭のいい武将でありますよね。腕も立ったけど腕っていうより頭の方が先に立ったっていう人だよね、確かね。でもこの人がなんかこの先代ミソっていうのを流行らせたという、本に書かれております。まあ結局頭のいい人は何しても頭いいんだね。すごいね。国も守って国の経済も開ける、あかっこいいさ。で次、私生活ゼロの将軍の生活、これ見てねちょっとかわいそうだったよ。将軍のお家がね30万坪だそうです。30万坪って何坪かもうようわからないんだけどね、30万までなったらわからないんだけど、朝起きるさんね、でとりあえずご飯つけて食べて準備して、でそこから政治のお話、なんか印鑑押す仕事、それから何て書かれてるかな、今度は何だろうな、今度はまた何だろう、なんか印鑑を押した後にはなんだ読んでもようわからんわ。まあ要はいろいろ忙しかったみたいですね。もう丸一日同じことの繰り返しだったみたいです。かわいそうだね。将軍だからって羨ましいなとは思ってたんだけど、なんか見たらならんくてもいいかもしれないよ。平民でお酒とか飲んで楽しんだ方が楽しそうだね。で最後に明治に回った超能力ブームはまあみんな分かりますよね、貞子とかでね。で最近有名になったのが地球の裏側を映したガラス板、それをやった人とかいたけど、この人は確かその時に女性2人と男性1人だったかな。でどっちにしてもこの3名は今でいうメディアに叩かれて自殺に追い込まれたんだけど、 2,3 年前だよね、確かこの月の裏側をの写真とこのガラスの写真、念写っていうやつでやったら本当にそのままだったらしいね。本当に念写をしていたって。結局いつの時もメディアっていい時も悪い時もあるんだね。明治時代でもこう自殺まで追い込むんだからかわいそう。もうすごいね、明治時代の人って本当に本物だったんだね。無茶ぶりされて頑張ってから念写したのに叩かれてさ、で80年90年後にあやっぱりこの人すごかったわって今度は自殺に追い込んだ新聞社が今度はまあ未来も過去も分からんけど、それがまたわーって生やし立てるって言った本人はノイアがやったくるすんどうと思うはずね。ねかわいそうさ。という話がありました。2曲目ですね、お願いします。もうそこより詳しい。曲が終わったらあと何分だ、大体5分ぐらいですかね。35分までだよね。31分まで1分までか、はい、まあ、結構ちょうどよかったんか。僕の番組の相方です。あ、11時まで11時まで、そうですね。カメラの番組やってます。
ああ。最近あわんな。コスプレの人も来る。ああ。今来てますよ。あの今年受験だったんでいろいろ忙しかったみたいですけど、無事合格もしたみたいな。高校生だった。中学生です。中学生なれ。はい。しっかりしますよね、うん、やっぱ芸能関係っているんだね意外と近く子供をしっかり育てたいので意外と芸能関係ぶち込むってありかもしれない、うん、そうだよね自分がダメだったら潰されるからね、はい、容赦ない世界だから、ね、そうですねダメなら潰すダメなら潰すって一年目さんも劇団入った頃な、うん、自分も学生の頃、小学校から中学校にかけてあのミュージカルやってたんで、うん、いい経験だったなって思います、ね、なんか厳しいみたいだねまあでも自分たちのはあのワークショップだったんでだいぶ緩かったですけどでも役取るのって頑張らんと取れんでしょ、はいその辺ちゃん、メイン結構使ってもらったのは嬉しかったですね、うん、本当にいいかもね、芸能死の子の言わずやっぱなんか自主性が大事だなってはやっぱ思いましたそれやいよ、うん、結構あと30秒ぐらいですねうん JO1 のシャインアライトでした。はい、さっきは本だったね。ということで、フリートークなんですけど、フリートーク何喋るか、まあ、大して考えてなかったんだけど、本当に考えてないんだよね。どうしよっか。シュコットか。シュコットとしては、そうだな。あんた皆さん仕事探しはしていると思うんですけど仕事見つかってますかね求人雑誌とかたまに見るけどまだまだあるね仕事はたくさんあるねなんかあそうかでもただ一個なんかパッと思いついたのが飲食店のがないねないねマクドナルドとかないね。考えてみたら。そうだ。マクドナルドとかモスバーガーとかさ、何々店、アルバイト募集とかさ、正社員募集がさ、そういえば見れないやつさ。アルバイトはあるのかな?そうだ。で、意外と不動産も、なんか営業がなんか少なくなってる。そうだ考えてみたらでね逆にあの福祉の方が多くなっの福祉が多いいや営業がもともとたくさんあって福祉がなかったのか違うな福祉の方がなんか多い感じがするな考えてみたらああそっか求人雑誌ではね営業とか結構あったんだけどね薬の営業どうですかっていうね歩合制とかってやったんだけどやっぱこれでもあるんだね。辞める。でも辞めないのかな、みんな。アパートとかも聞いたらね、みんな出ていかないんだって。今出ていったらもう住むところどうなるかっていう感じなんだろうね。あの、沖縄市の中央って、はっきり言って治安悪いさね、あっちね。後ろあのアメリカの飲み屋とかがあるから酔っ払いとかも多いからねだから女性一人では若い女性一人ではどうかなっていう自分はそう思うんだけどあの中央のアパートがない
とかびっくりした。需要のね、前だったらたくさんあるのにもうみんな出ていかないですよって言ってですね。で、古いところは本当に古いな。やっぱし、なんだろうなっていうので、もう家賃も安くて広いから、入りたいなと思ったりするんだけどね。何を言ってんだろう。ということで、あと1分半か、早いね、もう。もうこういうこんな風にね、簡単な雑誌とかでもこの、ね、この経済の流れか分かるから、皆さん仕事どうなんだろう、辞める人っているのかな、いつでも続けるのかな。でもね、能力ある人って意外とパッて別のところに行ったりするからね。え、何なんだろう、こういう人たちって嗅覚があるのかね。自分みたいな不器用な人からしたらびっくりするさ。このままいたらこの人上に上がれるんじゃないと思うけど、私1年で辞めるとかってパッて辞めていってね、別のところでまたやるさ。あれは羨ましいなと思うな。やっぱどんな時代でもやっぱね、バブルでもバブルじゃなくても、でも頑張る人の方が勝てるね、成果は出すっていうのはあるから、まあお仕事探ししてる方も頑張ってみてください。なんだこの投げやりな一言は。なんか自分も探してるのにな。ということで、もう終わりだね。ではまた来週皆さんお元気でお過ごしください。ではさようなら。よし。